これカメラカメラここねチャンピオン。はい。このコーナーは丸吉坂田資材荒井デザイン工芸一番プリントの提供でお送りします。さあ皆さんこんばんは。はい、まずは喋りまないとチャンネルがあれば見よて打て打て。今日は真ん中の2人がでかすぎるもんね。アイドルがほとんど映っておりません。まあいいよね今日はね、この絵でね。はい、さあじゃあこの CM 明けにラジオの本番も入ります。はい、見に来てくださいね。私はい、入るよ。さあさあ皆さん、今宵はですね、しゃべりまハマスガールズナイト大日本プロレススペシャル、イエーイ。ヤッホー、アイドルメイキングオイフォーしゃべりまハマスガールズナイト。いきなり間違えてるし、最高の間違えてるし。はい、このコーナーはラジオネットイベントをリンクさせた新しいと親しみのありません新喧嘩&新時代のラディオプログラムです。水曜日の夜アップマンスジェブライブオンイン、素敵なプレゼントも当たっちゃいますよ。そして私松千代とはい、と、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 ハニーでーよろしくお願いします。はい、まずね、ケンシロケと思ってくれるかなーでね、お願いしますね。さあ、これはですね、今言ったように大日本プロレスね、昨夜ですね、浜松大会が行われまして、なんとね、スタジオにはですね、2人の世界チャンピオンが来てくれておりますよ。というかもうスタジオ狭いの今日は本当に。ああ、いけるね、しゃべりまないとチャンネルも映ってますよ、手振ってあげて2人とも。ああ、本当ね、なかなか見れませんよ、こんな絵は。さあ、まずこちらのお二方、ちょっと行きたいと思いますね。なんと、はるはると、ケンシロウにはメダルが、これは何ですか。はい、先週行われてました、静岡大会で、左右とも銅メダル。そしてハルハルその金メダルはこれ前回のザザシティーゲットでアームなアームレバーが最強アイドル決戦戦のチャンピオン。多分オアシス決勝戦の相手が飯尾のミシコちゃんなんだよね。マッチョウーマンなんですよ本当に。プッシュブルの、ね、ベンチプレス大会なんかでももう上位の選手に勝っちゃったんだけど。勝っちゃった、負けると思った。いやみんな勝つと思わなかったよ。決勝いかがですか。いやいや来年からもうデビューということでアームレスラーとしてスタートさせてもらいます。まさかまさかのね。いやでもね本当ねそういう形でねもう本当美とねそのこの何筋肉がねマッチした、ね、まさしく喋り場らしいね勝利でございました。まあ天使の方本当にねたくさんの人がね紹介してくれたりとか応援してくれましたので一言メッセージお願いします。はい、本当に皆様の応援で大会に結果出せましたので、うん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。もうダブル2冠輝いてもね相変わらず神々でございます。はい、さあそしてですね今宵ねなんとね番組最後にですねアイドル三人娘から重大発表があるということでね、はい、どうぞ皆さんね何でしょうかね、もう、ね、耳の穴かっぽじって聞いていただきたいと思います。もう鈴木選手どんどん突っ込んでる。さあじゃあ今夜もですねメッセージやメールやファックスで受け付けてます。お兄ちゃんどうぞ。はい、メールは小文字でプラスアットマーク fmhello.co.jp ファックスは0534588655 ハロー、ゴーゴー、世界最強のゴーゴーが出ます。すごいな本当にみんなびっくりしちゃったよ。さあじゃあこれのスペシャルゲストを紹介しましょう。皆さん拍手の準備いいですか。大日本プロレス BJW 認定世界ストロングヘビー級王者赤林雄二。さあそして赤コーナー世界ヘビー級王者鈴木秀樹。はい、じゃあね、まあ、
くね回してくださいね。はい、岡林選手こんばんは。ね、まずまず昨夜ですね、大日本プロレスまさかお疲れ様でした。ありがとうございました、ね、盛り上がりましたね。いや本当に嬉しいです。もうねもう前、はい、ここにいるメンバーがうるさかったでしょ本当に。申し訳ない。さあそしてこちらね、世界ヘビー級王者の鈴木秀樹選手もこんばんは。はい、よろしくお願いします。さあ鈴木選手も浜松が初めてということだったんですけど、はい、どうですか浜松。ご飯が美味しかったです。この町の人間の活気はどうですか。うなぎばかだった。うなぎばかだったよ ね、 本当ね。浜松の人間ってうなぎばっか食べてると思われがちなんですけど、せいぜい年に1回食べればいいところですよ。そしてみんな見て、今日はなんと両チャンピオンを祝福するようにコラボのアースもね、はい、イルミネーションがつきました。須藤ちゃんまで登場したから本当にもうスタジオ前もみんなありがとうね。ファンのみんな手を打ってあげてありがとう、ね、さあそんな感じでまずまず本当にねお二方ね、なんとね世界チャンピオンがこのスタジオに入っちゃったってことなんですよ。というかちょっと素朴な疑問なんですけど、世界チャンピオンこの二人がこうやって並ぶことってあるんですか。まで全くないですね。ない、初めて、はい、プロレスの記者会見なんかでもない。ないちなみに二人が戦ったってことは2回ぐらいですね、はい、しかもタッグマッチかなんかですよね。そうです、すごい、なんかまさしくもうね、もう世界王座統一戦のね、ちょっと、雰囲気になっちゃいましたけれどもね、すごいですね。さあ、まずね、若林選手のなんですけどね、BGW 認定世界ストロングヘビー級王者ということでございます。これはもう、もう大日本プロレスのね、宝でございますね。ね、本当、ストロングヘビー級なんですけども、なんと関本大輔選手を、はい、待って、今、何代目の王者なんですか。7代目もストロングプロレスだね。さあそしてね鈴木選手なんですけどね、鈴木選手の輝くこのシルバーのメルトね、これはねもう昔は AWA ともね言われます ね、現在は世界ヘビー級王者ということでございます、はい、ちょっとケンシロウに回してもらっていいですかマイクを、はい、ね、ケンシロウも特にこのベルトにはそうです、すごいこう、ね、思い入れがありますね。ジャンボ鶴田選手がマンハンセンが巻いてたベルト、そもそもバンダニア、ね、そしてニック・ボック・ウィンクル、リック・マーテルなんかも巻きましたから、すごい本当に世界の今日も歴史のある、もう今のまあそれが本当にそれだけの歴史のあるものがここに今の集結してるということでございます。そうね、そう、そしてハルハルと本人は昨日プロレス初観戦だったのどうでした。ずっとユキナはずっと泣いてましたけどね。そうそうね、ホーリーちゃんもどうでした。一方楽しかった、もうすごい弾けっぷりでね、本当ね。ちなみにあの両チャンピオンに聞きますけど、この観客の女性の反応なんていうのはやっぱ見えるもんですかね。よー嬉しいですね。これは格好しいですね。今ね、騒いじゃってないから、やっぱ気になる女性がいない。なんか鈴木選手、昨日ちょっとタッグマッチでアパートなんか負けちゃったんですけど、原因がありまして、はい、女性の方だけに行った。やられたんですよ。世界チャンピオンは単なるエロチャンピオン、世界エロ級チャンピオンになってますけど、まあ、すばらしい、本当に、まあ、いいんですよね、本当に大日本プロレスっていうのは、ね、本当に明るく楽しい、ね、プロレスであり、もう世界一、もう日本一、過激なプロレスでもありますけれどもね、さあ、本当に岡林選手はもう大日本の所属ということで、そうですね、鈴木選手は、今、フリーで。はい、ということでね、ゼロワンなんかにもね、上がってるということでございますけれどもね、はい、そう、あるある、せっかくです、なんかちょっと質問とかある。どうぞ。じゃあ、プロレスの魅力とは何ですか。なんでしょうか。じゃあ鈴木選手からどうぞ。はい、はい、そうですね、その、さっき僕も見てたんですけど、見えたんですよ。見えた、あるある、見えた、気になっちゃった。いや、はい、いろいろ喜んだり、泣いたり、笑ったり、イライラですね。で、それを全部僕たちにぶつけてもらえれば、なるほどね。スタートいい方に、なるほどね。じゃあ、岡林選手、どうですか。そうですね、やっぱり大きい選手の体と体のぶつかり合い、あ、ちなみに岡林選手、今体重何キロあるんですか。体重は今120キロ。うわー、身長何センチなんですかね。
うわ、大きいやな、ほんとにこんな大男だって、しかもすごいスピードとね、パワーでね、動きますのでね、ほんと大日本プレスのこのストームプロレスはもちろんなんですけれども、デスマッチ、昨日見たでしょ、本人は。ね、蛍光灯が割れたりとかね、入室してね、でございましたけどね、ほんとに全体試合はすごくね、アクロバティックで楽しいね、明るいプロレスね、ちょっとペットボトルの水がね、はるはるの衣装にかかっちゃいましたね。そうですね、ね、アドラのアドラのクリーニングでクリーニングでお願いしますね。お願いしますね。さあ、そんなね、レオチャンピオンにもね、メッセージがたくさん届いてますね。じゃあちょっと読んでください。お兄ちゃんからお願いします。はい、岩田市のヤマピーから。ヤマピーから、はーい。はい、若林選手、鈴木選手、はじめまして。はい、この試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。お二人に質問です。歴代のレスラーの中で憧れの選手はいますか？いますか、鈴木選手は。はい、ここはですね、うん、コーチがビル・ロビンさん。そうなんですよ、人間不死者ビル・ロビンさんでございますけどね。はい、そして若林選手は、自分はですね、全日本プロレスを見ていました。はいはい、スティーブ・ウィリアムス、殺人バックドロップのスティーブ・ウィリアムスでございます。もうなんか2人ともやっぱりそれを受け継いでますよね、本当ね、本当和製ロビンソンね、スティーブ・ウィリアムスってことで。さあ、そして今真ん中にですね、登場しましたゆきなでー。今日ね、実はチャンピオンベルトあるんだけどね、もうゆきなの顔の大きさと比べるとベルトが大きい大きい、もうゆきなの3倍あるようなベルトなんですよね。本当に分かりやすいですね。さあ、そして原原さんからどうぞ。はい、お最初の飯田さんから。はい、はい、昨日行われた大日本プロレス、はい、小学生以来の以来です。久しぶりに見たプロレスでしたが、本当に迫力満点でした。見事オアシス水野アンドプリンス大太郎の筋肉もすごく、プロレスラーの方と並ぶと和勢がうわぜ、こればっかりちょっと足りませんからね。なあ、ほんとね、じゃあ私とあの鈴木選手は10センチずつ分けますので。はい、そしてアンディナーから。はい、キューちゃんから。キューちゃんから、いつもありがとう。はい、ました。お大迫力。まあ、実はですね、あの本日の CM はですね、両チャンピオン出てもらったんですけども、二人合わせて再生回数が1200回を超えております。すごいね。ありがとうございます。はい、そして、はい、ラジオネームまさやん。まさやんから、はい。昨夜のプロレスの様子を見ました。はい。ポニーちゃん。はい。そう、もう一番弾けてるからね、本人ね。はい、そして本人、はい、どうぞ。そして本人どうぞ。はい、ゆきな応援団長、いなりさん。いなりさんから、はいはいはい。はい、チャンピオンと一緒のムービー見ました。姫かわいい、小さいでもかわいい。みんな言ってせーの、はいはい。はい、そして、はい、はい、ラジオネーム豊橋ラグ、けんちゃんさん。けんちゃん、ありがとう、ありがとう。はい、頑張りますね。はい、そして、はい、豊橋市のミネさん。おミネさんから、はい。あ、行きたいけど今夜も仕事です。あーね、夜勤頑張ってください。ミネさん、頑張りますね。はい、そして、ラジオネーム藤田吾、改め岡山町。岡山町、おお、ラジオネーム変わったね。はい、今夜のラジオ、家に帰る車の中で聞くことに合いそうかな、うん、迫力あるレポート楽しみ、岡山町より。はい、ありがとうございます。ねえ、まあ本当ね、もうメッセージがまだまだあるんですけど、ちょっと読み切れないもん、時間も来ちゃいますからね。じゃあせっかくですのでね、ラジオのリスナーさん、そして視聴者の皆さんに、チャンピオンから一言ずつお願いします。じゃあ岡林選手から。はい、今回浜松大会どうもありがとうございました。はい、また来年もチャンピオンとして、また帰ってきますので、はい、応援よろしくお願いします。お待ちしております。はい、じゃあ鈴木選手からは。はい、ありがとうございました。うん、浜松、いろんな意味も全部初めてだったんです。うん。先で食事が美味しくて、うん。まあ、うなぎを狙って、うんうん、ねえ、ぜひともね、本当大日本プレスは、まあ、もう全国ね、あちこち回ってますので、はい、ぜひとも皆さんね、お近くの会場に行った際はね、もう喋り場聞いたよみたいな感じで、ね、皆さん来ていただきたいと思います。本当に頑張ってください。ありがとうございます。